ゴミ箱の内枠を作る。ゴミ箱に袋をセットして使っています。もともと内枠がついていたので、それを使えば袋をセットすることができるのですが、生ゴミなどはあまり溜めておきたくないので、小さい袋をこまめに変えるようにしています。元からある内枠では小さい袋をセットしにくいので、 3D プリンターで小さい袋用の内枠を作成しました。元の枠のサイズを測っておきます。そのサイズを元にして 3D データ作成ソフトでデータを作ります。まず下絵を描き、枠の高さの分押し出して枠だけの形に加工します。角を丸めておきます。ゴミ箱と内枠がずれないように、ゴミ箱には突起が、内枠には切り欠きがありますので、 3D データにも切り欠きを作ります。切り欠きの下絵を描き押し出して左右に勾配をつけます。内枠の反対側にもコピーしたら、枠から切り欠き部分を切り取って、データの完成です。 3D プリンターで使うための G コードに変換します。印刷中のタイムラプスを取り忘れました。印刷後です。材料であるフィラメントは半端に余ったものをついで使ったので3色になっています。切り欠きの位置も合っています。作成した枠に小さいゴミ袋をかけました。ゴミ箱にセットして完成です。元の半分のサイズで作成したので、もう一つ同じものを作れば分別ゴミ箱にもできます。